ートニュース都の日刊スポーツ新聞社争奪第31回アラフォー賞5日シリーズの今日は4日目、いよいよ最終の12レース3つ目、最後の準優勝戦を迎えます。コースには123456枠なりでしょうか。水面コンディション現在向かい風が吹いています。およそ 2,3 メートルか、そして波高が 2,3 センチでしょうか。気温は0度です。現在雪は止んでおりますが、また北の方の空は雪雲で黒くなっております。対水面はまずインコース1号艇地元滋賀森田俊介、2コース2号艇東京の萩原智也、3コースに3号艇岡山井川大作市二三、4コース4号艇東京一ノ瀬明、5コース枠番通りか5号艇大ベテラン静岡高塚誠一、6コース6号艇静岡吉村誠の模様です。さあここまで準優勝戦1号艇が2着に敗れるという波乱含みの展開となっておりますが、ここはやはり地元一番エースの森田、しっかりとインから仕事をこなすか。人気対抗2番萩原、3番井川です。そして大ベテラン5番の高塚誠一もここは一波乱巻き起こすのか、注目の1番です。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第12レース準優勝戦スタートしました。確定ほぼ揃ったスタートが内から若干いいスタートでしょうか。一瞬の1幕インからどうやらトップスタート1番森田、森田が押し切っていく。さあ先頭は森田でバックにありました。2番手に3番の井川がついている。3番手が4番の一ノ瀬でしょうか。ジョイタケが1番3番4番、その後は2番5番6番です。スタートは正常でした。先頭1番のエース森田、森田が先頭で第2ターン目は繰り返し、2番手に3番の井川、井川が指してまいりますが、ここは届かず1番3番、そして3番手は4番の一ノ瀬、その外には2番の萩原です。このあと2番萩原が4番一ノ瀬を捉えて3番手並走状態に持ち込むか。後続6番の吉村、5番高塚は最後方6番手、1番3番でまず2周のバックに入って、あとは3番手やはり4番一ノ瀬が優勢か、2番の萩原が4番手です。これで上位3艇は1番3番4番、上位3艇ほぼ落ち着いて間もなく第2ターン幕です。2周第2ターン幕、1番森田から3番の井川へ、そして4番の一ノ瀬、1、3、4の順です。しっかりとシリーズリーダー1番の森田がスタートを決めました。トップスタートそのまま押し切って終始優勢、そして2番手には3番の井川、3番と4番の一ノ瀬で最終の第1ターン幕へ、1番3番4番変わらず最終の第1ターン幕からバックに入っています。最後2番の萩原がここで最終バック、内から伸びてまいりました。定間を縮めるか、残りあと半周から最終第2ターン幕です。2番の萩原接近中です。ここで4番2番定間縮まって最終第2ターン幕、上位艇は1番3番、あとは3番艇4番一ノ瀬がキープか、最後差してくる2番の萩原ですが届かずか、まもなくゴールです。まず先頭1番の森田俊介が5人、2番手3番の井川、3番手4番の一ノ瀬キープ、その後2番6番、最後に5番の高塚誠一がゴールいたしました。以上最終第12レース準優勝戦でした。